ゼル芸術工房のロボンです。今日は皆さん知ってる童謡の森のくまさんについてなんですが、まずはこの歌思い出してみてください。森の中でくまさんに出会って、くまさんの言うことにゃ、お嬢さんお逃げなさいよと。で、スタッフはさっ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 と。で、逃げたと思ったら、クマさん実は追いかけてきてて、白い貝殻の小さなイヤリング落としてましたよと。で、クマさん、ありがとうさんということで、一緒にダンスを踊って、じゃんじゃんと。あれ？これなんか、おかしくないですか？意味、わかんなくないですか？お嬢さん、お逃げなさいって。で、これ森の中で、クマと女の子が出会って、普通やったらこう、食べちゃうぞって言って、キャーって喧嘩やったらね、まだしもね。突然これクマサイドから、お逃げなさいって。これ、どうしたんだクマ。としか、ならなくないですか？実はですね、この謎、解き明かす鍵は、原曲となった、アメリカの民謡にあるんです。それではこれがその原曲の歌詞でございます。 The other day I met a bear。 要は訳すと、クマと出会った、クマは言った、銃持ってないんなら逃げろ、私は逃げたがクマは追いかけてきた、うんぬん、ということになるんです。要は、これ、お逃げなさいって言ってるところの、クマ、これ、笑えないジョークを言ってるんですよ。要は、あー、残念、出会っちゃったね。僕は、君を食べるから、銃持ってないんなら、とっとと逃げた方がいいんじゃないかな。追いかけるけどね、っていう。これが、日本の童謡として訳される際に、主人公が女の子になって、で、このクマが追いかけてきたっていう理由が、女の子のこのイヤリングを届けるためっていうことになって、最後、で、ハッピーエンドになったというわけですね。これ案外ね、こう深く意味を考えてなかった人多いんじゃないでしょうか。こんな謎が隠されていたとは、これ深いですね。ということで、ロボンの雑学、毎日見てくださいね。よろしくお願いします。年の初めもいいことスイッチ。